こんにちは、心理カウンセラーの佐々木浩二です。今回は自分を愛するレッスンその2ということで行動編っていうものをお伝えしていければと思います。で、前回の自分を愛するレッスンその1時間編というもの、また説明欄にリンク載せておきますので、よかったらご参照くださいね。で、まず自分を愛するっていうことは、自分のことを知ること、そして興味を持ってあげること、好きなタイプの人っていうことについては知りたいし興味持ちたいですよね。それと同じ感じで、自分のことについて知ったり興味を持っていくっていうことは自己愛を膨らませるとても重要なステップになってきます。で、今回はモヤモヤしたり、ネガティブ感情が起こった時に、そのモヤモヤを打ち消すためにやりがちな行動っていうのを自分で探ってみます。で、僕の場合はなんとね、30過ぎて半ばに差し掛かってきてから、甘いもの嫌いだったのに妙に甘いもの欲しくなるんですよ。で、前回の時間編で私夜8時以降ネガティブになりやすいって言ったんですが、夜8時以降甘いもの欲しくなるんですね。普段は甘いもの食べると頭が痛くなったりして、本当にスイーツとか苦手なのに欲しくなる。でも相反するお酒は欲しくなる。これはもともと私はお酒に飲まれた時期がありましたので、欲しくなるんですよね。で、大概現れるのは時間編で言った時間帯とセットです。夜8時以降、20時ですね、20時以降が大体来るんですよ。で、この辺りって無意識にやってしまいがちで、意外と意識できてないこと多いんですよ。だから例えばね、当然のようにお酒飲んじゃう。だから「お疲れ様、今日も自分は頑張った、プシュ極」みたいな、もう当たり前になっちゃってるんですね、習慣化して。で、それをちゃんと意識に持っていく。よく考えたら自分は毎日冷蔵庫にお酒買いだめしてて、でお疲れさんプシュ極で、ああこの一杯のために生きてるとか、さも幸せなんですけれども、でも意外とアルコールでごまかすとね、後で罪悪感くるんですよ。で、これは甘いものも一緒。異常にね食べたくなって、食べるともともと甘いもの苦手だから、当然のように気持ち悪くなってくるんですよね。吐きそうってなってくるんです。で、別にアル中であるとか過食症であるっていうわけじゃないんだけど、もういっそそうであれば医者が止めてくれるのにと思っちゃうような、この罪悪感とモヤモヤで、医者が止めてくれるほどでもないことを自分でディスることができない自分が嫌っていう自分責め、このループに入るときっついんですよ。だって仕事終わって夜リラックスする時間にそうなってるんですっていうのがね、辛すぎるので、これを見てくださってる方も、別に夜に限らなくていいです。時間編で自分がこの時間に憂鬱になりやすいな、でその時に逃避としてしてしまう行動をまず探ってみましょう。で、探り終わったらこれをやめねばとか、いきなり禁酒せねばとかいうのはちょっときついので、 100% できることっていうのを即代わりにやってみる。で、やった後こっちに戻っちゃってもいいです。最初はそれでいいんですって。いきなりこっちに行かないといけないと思うと、また自己嫌悪ループになっちゃうので、これですね、自己嫌悪ループになっちゃうぐらいなら、一旦代わりになりそうな行動をやってみたっていう自分を褒めるっていう方向に行ってほしいんですよ。で、ここはね、一人で考えるのもありだし、友達とかと考えてもいいと思います。一人で抱えきるのってちょっとしんどいしね。で、いきなり意識高いことしない方がいいです。もう 100% できることなので、私の場合甘いものやお酒欲しくなった時に、即音楽かけるとかにしたんですよ。で、僕って一人暮らしですし、いわばほぼテレワークな状態でずっと家にこもってて無音なんですよね、田舎なんで。で、よく考えたら自分でずっと無音の世界で、こうやって YouTube 撮って独り言みたいにやってるなと思った時に、じゃあ BGM かけるのだけ癖づけてみよう。で、実は今日時点でそれ1週間やってみたんですよ。 BGM こうそうする時とそうしない時がありました。うるせえって思っちゃう時と、BGM かかってるとなぜかちょっとお月様を眺めたくなるとか、ポエマーに変身したりね、あれと意外と音楽が及ぼす影響ってでかいんだみたいな。で、もう音楽も選ばない、適当にAmazon プライム入ってるんで、プライムミュージックでなんか夜ジャズとか夜 BGM とか言ってやって検索したやつかけてたんですよね。とか、まあ、お酒どうしても苦しく大好きなので欲しくなるんで、ノンアルビールとかに最初変えてみたんですよ。でもなんかノンアルビールはなんかビール我慢してる感がすごく強くて、あんまり効果なくてね、5本ぐらい飲んじゃったんですよ、ノンアルビール。なんかかえってお腹タポタポなったので、ちょっと代替案でね、私メンタルヘルスには体を温めるのがとても重要っていう、まあ、立場をとっております。なのででもちょっと HSP 気質がすごく強くてカフェインがむっちゃ効くんですよ。なのでノンカフェイン、カフェインレスじゃなくてもうノンカフェインのいろんなフレーバーティーみたいなのをちょっと買ってきたんですね。でそれをちょっと試してみたんですよ。意外といけました。で断酒2日目は今の時点で断酒8日目なんですけど、断酒2日目はね苦しく欲しくなった。で苦しかったのでノンアルビール5本飲んでなんとかしのいだんですよ。だってこの動画撮るためにやってたのでで意外とハーブが効きましたね、ハーブティー。いやなんかそんななんかね意識の高い感じのものは自分に合わないだろうなと思っててやってたら香りにはまってしまって、で香りと BGM でますますポエマーチックな夜を迎えるという、なんとも35歳のね独身男にしてはなかなかシュールな結果になっちゃったんですけど、良かったんですよこれが。でずっとはね続かないかもしれない。じゃあまた別の手段探せばいいんです。今のところはこれにはまってて、で時々ね、まあ今8日頑張ったので、まあ明日ぐらいか今夜ぐらいか1回ぐらいチートデーでねお酒飲んでやってもいいかなと思うんですが、なんかそもそもあんまり欲しくなくなってきたんですよね。でなんかそういった感じで 100% できることをとりあえずやってみる。で失敗したらあでもやったことがまずいいねなんだから、できたらまずいいねって自分に言ってあげる。でこういう時にね、まあ、私大阪人なものですから何でも利用できるものは利用してやれっていうドケチ根性あるんですよ。なのでツイッターで断酒何日目とかカウンセラー仲間同士で結構その帳簿漬けの作業とかね、そういう仕事の作業なんかを一緒にねシェアしたりする時あるんですよ、Zoom で。でそこにもう断酒何日目とか言って書くんですよ。で何せ SNS やってる人だったらちょっと代わりの行動をみんなで考えてくれって声かけてコメントもらったりだとか、もういろんな方法あると思うんですよ。もうありとあらゆる手を使い尽くして、なんかこう別のこのハテナマークついついやっちゃう無意識化の行動を意識に上らせてきて、代わりの即すかさずやってみるっていうのを考えるの、なんかゲーム感覚で楽しくできたらなと思うんです。まあ何を落としたか忘れたので、まあ言いたい内容はここで以上なので、噛みまくりですね。今回は以上です。参考になったと思われた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では今回以上です。ありがとうございました。